もう基地からだいぶ離れたかな。やっぱりさっきの視線は気のせいだったみたいだね。これさ、完全にキアナ後ろ後ろみたいになる展開じゃない？ケビン、前に夢に出てきたあの人、危険だって委員長が言ってた。近づかない方がいいよね。この廃墟を抜ければこの都市を出られる。そしたらどこに行く？ほら、絶対後ろにいたでしょ。なんでここにいるの？ケビンから逃げたら結婚するんだ。どこに行こうというのかね。無駄遣い収話や笑い。あんた、私を殺しに来たの？燃える体験が彼女の心臓を刺し、何の迷いもなく少女の胸を刺した。都政の羽。おいおいおい、久しぶりだね。え、フカ。ケビン、やめてください。ゴリラ武器だ。え、ちょっと待って、この展開は予想してなかったわ。あれだって、え、力使い果たしたみたいな感じじゃなかったっけ？任せて。委員長、感動してますね。行って、振り返らずに。そんな、もう少し一緒にいたかったけど、もうお別れの時が来たみたい。やばい、悲しい悲しい。委員長、いや、天球史での約束をまだ覚えてる？あなたが約束してくれたことを。ほら、時間を稼ぐから、今すぐここを離れて。ここで死んだら世界を変えるっていう約束は叶わなくなる。するべきことをする、それがあなたの責任でしょ。わかった、ごめん。迫真の演技。さようなら、キアナ。フワ、君は変わったよ。え、フワって呼ぶんだ。そうかもしれません。都政の羽、それは僕の意識に干渉することができないと君も知っているはずだ。ごめん、ちょっとリプトン吸った音が鳴ってしまった。5万年前、何度も彼のそばにいた姿だ。あなたの意識に干渉するつもりはありません。何これ？あなたに私が経験してきたことのすべてを。あ、今までの負荷か。何これ、でっかくなるの？私の気持ちを見せたかったのです。強そう。くそ、ふざけるな。今の声良かったわ。自分はただ逃げるだけの弱虫だと彼女ははっきりと自覚してしまっていたから。このイライラを気候にぶつける。全部どいて。気候にぶつける、このイライラ。あ、ユランメル様、終わりだわ。空の律者を発見しました。見つかってしまったか。
そのまま行かせてください。主教様の指示ですから。やっぱさ、このディランダルめっちゃ可愛いよ。綺麗。しかし、いつしを簡単に逃がして本当によろしいのでしょうか。ええ、彼女は敵ではありません。ただ一つ言いそびれてしまいましたね。バサは小骨がないから骨を取る必要がありませんと。出ました、バサ。皆さん覚えてますか、俺が初めてバサをサバの間違いじゃないのって言ったの。これですよ、ちゃんといるんです。覚えておいてください、バサ。これテストに出ます。こぼれないらしいです。まとまった、かすり傷、まとまったら正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。ほら、やっと終わった。必殺任務きついね。都政の羽が作り出した幻の空間でもう一つの勝負がついた。プカ VS ケビン、どっち勝ったの。ふわ、わ、君の最後の技は確かに強力だったけども、十分な力が残されていないのだろう。僕たちは人類が崩壊に勝利した日を共に見ることができるはずだった。これちょっと深づき、大丈夫？ケビンのこと嫌いにならない？深って熱狂的なファンが多いイメージあるけど俺。君はたくさん頑張った。休息が必要だ。マジかよ。これからのことには手を出さなくていい。僕が僕たちの使命を果たすから。でもいい声なんだよな、ケビン。かっこいいんだよな。フカの消えそうな体に手を伸ばす。再び手を開くと、その手のひらには黄色の羽があった。目の前の景色が変わり、彼は砂の舞う廃墟の中に戻っていった。全てが終わったら君を起こしに来るから、それまでは安心して眠るといい。かっこいいな。孫主、やっとつながりました。何があったのですか。友人と昔話をしていただけだ。いや、こいつラスボスだろ完全に。空の律者が能力を使って逃げました。現在位置は確認できません。デュランダルもそちらに向かっています。いい、まずは彼女から片付けよう。まずは彼女。ケビンが言い終える前に、金髪のバルキリーはすでに彼の前に立っている。おいおいおい、あなたがヨルムンガンドの首領ですね。いつの間にか着替えてる。来い。かっこよくないですかケビン。来い。男でも惚れるなこれ。うん、望むところです。あ、いいねこれ。え、何これ、なんかステージ変わった。突如として、あれ、一瞬で海面を広い、え異常現象は激しい戦いを予告する。いや、異常現象起こりすぎじゃない。あ、ムービー来たぞ来たぞ。え、なんか映画のオープニングみたい。うわ、めっちゃ綺麗なんだけど。ケビンちょっと顔違くない？あ、やばい、これめっちゃ綺麗。
戦。おお、短いながらもなんかクオリティめっちゃ高かったわ。え、しかしこの一触即発の状況である人物が姿を現した。誰？え、デュランダル、やめるんだ。司教様。おっと。ユルムンガンドの首領よ。君は十分に力を見せつけてくれた。僕も相応の礼を返そう。忘れてたぜ、こいつの存在を。オットー・アポカリプス。天命の現主教だ。もう一人のラスボスの存在を忘れていたわ。面白。